ノッチマイナス1レセプターノッチシグナリングもしくはノッチ経路は神経、増血、血管、大切などの様々な分化過程に関係する人を含め脊椎動物から節足動物まで多くの後生動物でよく保存された遺伝子調節経路である。ノッチカスケードはノッチとノッチ受容体、それと核へノッチシグナルを伝える細胞内タンパク質からなる。ノッチ リン -12GLP-1 受容体ファミリーは、症状場へと C エリゴンスの派生で細胞運命の特異化に関連していることが判明した。哺乳類においては、現在5種類のリガンドと4種類の受容体が発見されている。ノッチの受容体は1回膜貫通型受容体である。ノッチの受容体にリガンドが結合すると、細胞表面のノッチタンパクは、 あるプロテアーゼに切断されて、細胞内ドメインが細胞室へ有利して、核内の CBF1 と結合することで、標的遺伝子の転写活性が行われる。興味深いことに、ノッチシグナリング経路は、青春期に達すると、新しい細胞の成長を抑制し、成人では、神経ネットワークを安定にする。1914年、ジョン・ S ・デクスターが黄色症状場への羽根に、 ノッチドが出現することを報告した。その遺伝子は、トーマス・ハント・モーガンにより1917年に、劣性の対立形質として特定され、遺伝子産物の生、科学的な解析や遺伝子の配列解析は1980年代に、スピロス・アーン・ニツ・ザ・コナズとマイケル・ W ・ヤングによって、独立に行われた。ノッチ受容体は、細胞膜を貫通しており、 細胞外ドメインと細胞内ドメインとに分かれている。リガンドタンパクが細胞外ドメインに結合することで、タンパク質分解酵素が活性化され細胞内ドメインの切断が起こる。そのちぎれた細胞内ドメインそのものが各移行し、遺伝子発現を調節する。受容体とリガンドとの相互作用は、一般的に細胞間での接触により引き起こされ、その作用は、 細胞集団の構成に大いに役立つ。例えば一つの細胞がある性質を発現した場合、ノッチシグナリングを開始、近隣細胞において、その発現は抑えられることとなる。このようにして、細胞集団は互いに影響し合い大きな構造を形成する。従ってこの側抑制の仕組みは、ノッチシグナリングの鍵と言える。 細胞内ドメインが核へ移行し、ノッチシグナリングを伝達するのと同様に、ノッチシグナリングの伝達には、ノッチとそのリガンドによっても構成される。ノッチシグナリング経路は、細胞間情報伝達において、非常に重要であり、その経路は、発生や向上性の維持のための細胞分化のための遺伝子制御を担う。ノッチシグナリング経路は、同様に以下のような過程において、 重要な役割を果たしている。ノッチ・シグナリングは、多くのがん細胞において調節がうまくいっておらず、誤った、ノッチ・シグナリングは、T 細胞性急性リンパ球白血病、遺伝性脳症血管病、多発性硬化症、ファロー死長症、アランジール症候群などといった、いくつもの難病を引き起こすことを示唆している。ノッチ・シグナリングの抑制は、 t 細胞性急性リンパ球白血病において増殖を抑えることとなることが培養細胞およびマウスモデルによって明らかにされている。肝用形幹細胞においてノッチ発言を抑え分化を阻害するレックス1というタンパクも同様に発見されている。ありがとうございます。